長谷川雄大の歌謡ヒットスタジオ。皆様はじめまして、昭和70年生まれ福岡界のアイドル長谷川雄大です。今夜からスタートいたしましたこの長谷川雄大の歌謡ヒットスタジオ、申し上げました通り昭和70年生まれですから、こういう顔してますがギリギリ25歳です。こんな僕がこんな声でこんな顔で、ましてや胸キュンには程遠いというこのなりで、なんかやりたいなと。普段のステージはもう右を見ても左を見ても、妖怪大戦争みたいなところですから、この声だからこそ今流行ってるものを歌ったら若年層の方を振り向かせられるんじゃないかなという淡い期待を抱きながら、今夜1曲目に選びましたのは、山さんの春を告げるという歌。苦労しました。普段歌わないジャンルの歌です。ギターも僕はギタリストじゃないんであんまり上手じゃないんですけど、自分なりにコードも変えております。そしてこの歌謡ヒットスタジオは今流行りの一発撮りというやつです。これはまさしく一発撮り、もう全くいじらないというかいじれない、そういった技術を持っておりませんので、もう出たら出っ放し、それで皆さんに素の部分をさらけ出しながら聴いていただければいいかなと思います。それでは今夜の初めての1曲目です。長谷川雄大で春を告げる、お届けします。歌謡ヒット。深夜東京の六畳半、夢を見てた。明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないか。ここに救いはないよ、早く行っておいで。難しい話はやめよう、とりあえず上がって酒でも飲んでさ、いつも誰にでも言うことを繰り返してる。完璧な演出と完璧な人生を、幼少期の面影は誰も知らないんだ。誰もがマイノリティなタイムトラベラー。ほら真夜中はすぐそこさ。深夜東京の六畳半、夢を見てた。明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいない。明日世界は終わるんだって。昨日は寝れなくて、小さな記憶の発光は夜の海に浮かんでいる。僕らを描いたあの絵の中に吸い込まれるように、週末旅行を楽しもう、どうせ全部今日で終わりなんだから。深夜東京の六畳半、夢を見てた。明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいない。深夜東京の六畳半、夢を見てた。明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから。笑顔にするってことが幸せで、
あなたのために笑顔になれたらいい。